はい、シロックマンです。ゴルゴ13ですね。SG1000 版の、はい。やってみたいと思います。シューティングですね。これ、まあ、ゲームセンター CX のね、有野課長が、ゲームセンター CX のミニコーナーでね、ちょっとやってたんで、ちょっとやってみたくなったという感じです。シューティングですよね。窓を狙うみたいなんですよね、電車の。で、跳ね返ってきた球、自分で当てた、当たったらやられるという。自分の球に当てたら当たってやられるというのは情けないですけど。跳ね返ってきた球に当たっちゃいけないと。自爆ですよね。跳ね返った球当たって死ぬなんていうの。おっと、危ない。狙うの難しいな、これ。窓全部攻撃すればいいってことやね。あと2つやん。これで終わり？これ人は倒せないんですね。あ、これでクリア。これでクリアみたいですね。これで一面クリアと。今度車が追加されたと。車当てたら多分跳ね返ってくるってことがね。あれ、当たりにくいな。なんかこれゴルゴ13って書いてるけど、ゴルゴ13じゃなくてもいいような気がしますよね。あ、当たらないな、窓。あ、そうか、これこういうことや、こういうことや。この標的に合わさないかね。標的に合わせてこうやってってことやね。なんかゴルゴ13の名言みたいなのがあったよな。なんかパーセンテージでなんかね、何やったっけ、臆病さと運と、何やったっけな、何パーセントの臆病さと何パーセントの、何やったかな、なんかそんなあったよな。タイムオーバーや。あとは運だっていうやつね。でも、ゴルゴ13のね、なんていうのかな、血筋を持った、なんか女の子が主人公のなんか作品もありましたけどね、女子高生の、ゴルゴ13の 女子高生版みたいなのがあるんですよね。しかもポニーテールの女の子なんですよね。その漫画はすげえ読んでみたい気するんですけど、割と最近ですけどね、女の子版ゴルゴ13みたいな作品もあるんですよ。斎藤隆夫さんがもちろんね、書いてる作品で。名前忘れたけどな。一応遺伝子がゴルゴ13の遺伝子持ってる女子高生がいて、ポニーテールの女の子なんですけど、金髪のね。そういう作品もあるんですよ、漫画で。名前忘れたな。ちょっと気になってるんですけどね、うん、女子高生なんでね。しかもポニーテールの、金髪のポニーテールの女子高生が主人公っていうのが かなり気になるなっていうですね。ゴルゴ13と同じぐらいの遺伝子というかね、持ってるからかなり腕があるというね、腕が立つ お嬢さんなんですよね。と2つこれで終わり、これで終わりでしょう。面白いですね、なかなか。人を助けてるってことなんかな、これ。多分。あ、今度はこういうなんか攻撃が入ってくるようになったんや。攻撃というか。上からなんか攻撃してくるやつが出てきて現れたってことや。あー、自爆したな、今ね。自分の弾で。
これゴルゴ13じゃなくてもいい気するけどな。単なるシューティングって感じやもんな。キャラクター誰でもいいって感じがするな。ファミコン版もゴルゴ13ね、3作品ぐらい出てますもんね。うわ、危ねえ。狙いにくくなってきたな、だんだん。助けてるんですね。窓を破壊して多分閉じ込められてるってことなのかな。これある中に、この電車の中に人が閉じ込められてて、窓を破壊して助けるということかじゃない。で、普通に考えたら窓から人を飛び降りたら大怪我するけどね。下手したら死ぬけどね。どういう発想なのか。うお、あ、爆弾か。あれ爆弾で今落としてけど、あれ爆弾なんですね。下まで来たら、あれなんですね。おっと、危ね。助けてんですね、これ多分人をね。ああ、自分の弾に当たったか。はい、まあこんな感じですね。はい。じゃあ終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。YouTube のチャンネル登録とグッドボタン、ニコニコ動画よろしくお願いします。